はい、どうもラルございます。ということで今回もニャンコ大戦争、今回はスマホ版の方やっていきたいと思います。ということで今回なんですけれども、まあ今回もね、ニャンコからのお願いの方が来ているので、今回読んでいこうかなと思うんですけれども、ちょっとその前にね、ヒュージゴマですね、こちらの方なんですけれども、まあ今日からね、追加で、まあ20から40までのステージかな、そちらの方が登場して今やってるわけなんですけれども、まあとりあえずこちらにあと11分で、まあ、挑戦可能になるので、とりあえずそれまでにちょっとね、にゃんこからのお知らせかお願いか、お願いの方ちょっとやっていこうかなと思って、よろしくお願いします。ということでじゃあ早速も読んでいきましょうか。はい、ということで今日も来てくれてありがとにゃ、ということでいきます。はい、じゃあ、今日はプレゼントの中身を答え合わせするには、そうだね、プレゼント昨日はなんだっけ、なんかスピードアップとかなんかあったよね。ということでまあいろいろちょっとね、まあごちゃ混ぜしてますが、いきます。はい、びっくり、待って、今日ももしかしてお預け、それも本当にやめて、マジで。もう何日目だよ、あれってなったよ。今日で多分3日目じゃない、プレゼント箱がないんだよ。だって昨日あれでしょ、あの玄関のなんだっけ、扉のところにかけといたんでしょ。でそのなんか次は枕元に置いとくから大丈夫的な感じ言ってたよね、言ってたよねこれね。さっきまで横に置いていたのに消えてるにゃ、それが生き物ですか、もしかしたら生き物なんですかこれ。はい、どこ行ったにゃ、ということで今日ももしかしてお預けじゃないこれ。はい、びっくりマーク、お、これはまさかあるんじゃないこれ、メンゴメンゴ頭の上に乗ってたね、あーですよね。ということで、今日はもらえそうですね。さあ行きますよ。トイレに行った時に邪魔だったから乗せてそのまま忘れて、そんなことあるか、トイレに行ったか邪魔だったから上に乗せるほどバランス力があるんだね、すごいっすよこれ。びっくりしたね。まあ今回は正直に入っていきましょう。はい、冗談はさておき、それでは答え合わせにゃ。はい、じゃじゃん、ということでもらえますね、いきますよ、せーの、はい、にゃんこチケットだったにゃ、結局全然違ったにゃ。はあ、ということでまあにゃんこチケットの方がもらえるらしいんですけれども、まあ1枚はさすがにないよね。せめて2枚ぐらい、3枚、まあいいや。じゃあいきます。当てられなかったからプレゼントは、え、お預けにゃ、嘘、もらえないのこれと思ったけどプレゼントはもらえるらしいにゃ、偉い人からお許しをもらったにゃ。あ、はい、わかりました。ということで、にゃんこ大戦争、世界累計5000万ダウンロードを記念してにゃんこチケットを5枚プレゼント、はぁ、ということで、まあ、5日なんで5枚ですね、ありがたいですね。なんか最近結構配布めっちゃしてくれてるんで、すぐチケットたまるんでちょっと嬉しいですね。はい、やったにゃ、もしかしてケチって思ったにゃ、はい、しとくしちも。はい、ちょっと体育、あ、来た、このネタ7周年の時もやってた気がするんだけど、気のせいか、てん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 、嘘には冗談にゃ、はい、なんかデジャブを感じて、ホラーね、ですよね、感じたよ、はい、気のせいにゃ、はい、これからもにゃんこ大戦争を楽しんでやっていくのは、もうなワンチャンなんかまたなんかイベントあった時これありそうだよね。ついでにお友達にも、にゃんこ大戦争をおすすめしてくれた、おい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 あーもうどんどんいっちゃった、ということで、にゃんこチケット5枚いただきました、ということでありがとうございます。はい、ということでこれで終わりでございますね。合計3日間ぐらいかかったんかな、ということでまたお願いを聞いて、それでまあにゃんこチケットの方をゲットいたしました。まあとりあえずね、5枚は割とでかいんでありがたいですね。とりあえずチケットもなんか微妙に溜まってきたんで、せっかくなんで残り期間もねないんで、まあまたこちらのね、超極猫祭の方ラストスパートちょっと引こうかなって今悩んでるんで、まあそこはちょっとね、もしやった際は収録するんでよろしくお願いします。あとは、ヒュージゴマですね、こちらに関してはあと7分で、挑戦可能なので、まあとりあえずね、もう一旦まあこの動画の方はもうね、終わりにしようかなと思うんですけれども、今現在までどこまで行ったっけな、レベル32をクリアして、で次がレベル33ということで、一応ねもう本当に忘れないために30分ごとにクリアしたらねタイマーしてオンにしてやるんで、もうタイマーだったらああ始まるんだということで、それちょこちょこやりながら今回やってるんですけども、一応ねやってみてね、そこまで今のところまだきつくないかなって感じがしてて、で途中でちょっとスタミナの方が
逆にスタミナの回復の方が追いつかなくてちょっとどうしようっていう感じなんですけれども、まあとりあえずね、引き続き、まあ、早めにちょっとねレベル40まではちょっとクリアしておきたいなと思います。で、それが終わったらですね、次は多分レベル40以降6最後のねあれでね60まであると思うんで、まあとりあえず行けるところまで行ってみようかなと思うんでよろしくお願いします。まあ引き続きね、他にもなんかやって、まあスイッチ版とかもいろいろちょっとね、やらなくちゃいけないので、まあ並行で、やっていきたいと思うんでよろしくお願いします。ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回動画でお会いしましょう。あ、またね。